ということでビッグモーターシリーズ第2弾です。前回は調査報告書の内容を紹介したんだよね。それでとんでもない内容でガバナンスがなかったと。でかつてないほどの大炎上をかましたと。どうしてこうなった？それでは早速解説しましょう。ビッグモーターが炎上した問題の一つが対応の遅さと見ています。調査報告書までってこと？その後の対応を含めて全部ですね。そんなに遅かったっけ？2022年6月に保険金不正請求に対して損保3社が要請文書を提出。ビッグモーターは当初技術不足と回答しました。だからわざとじゃないって言ったんだよな。その後にビッグモーターは8月から10月にかけて社内調査を実施。11月ぐらいにビッグモーターは損保3社に対して調査結果を報告して発生原因の分析結果や再発防止策を公表しました。だけど納得せず外部調査委員会の調査を求めたんだよな。そこから調査委員会を立ち上げたのが翌年の1月30日、6月20日まで調査し6月26日付で調査報告書を提出しました。要請文書から行ったり来たりして1年経ってようやくだな。2022年から東洋経済などが記事にしていて問題視していたのですが2023年4月29日、フライデーがビッグモーターの保険金不正請求を報じました。それでみんな大騒ぎを。いえ、私が見た限りそこまで話題にならず一部業界のインフルエンサーなどが話題にしたという感じです。つまり自動車業界の人間とかか。その後も特に音沙汰がなかったのですが7月5日にビッグモーターがホームページ上で調査報告書需要を報告。それであの異常な実態があらわになったと。いえ、不適切な行為があった旨と提言内容が書かれているだけです。つまりあのゴルフボールとかで車に傷をつけたとか出てないんだな。いやいやあれ言わなかったらあかんやろ。しかし同月14日に TBS や NHK などの大手メディアに車の傷つけ方などが報道されてだんだんと注目を集めました。不正の知られ方としては最悪の部類だな。この報道に対してもビッグモーターは特に無反応でした。風評被害や誹謗中傷などは虫決め込むのも一つの手だがこの場合は悪手だな。内容的に犯罪っぽいしね。当初は関係者の証言だったんですがそのうち報告書の内容という表現に変わってきてます。つまり公開してない報告書が漏れ出していると、18日に国交省がビッグモーターに対して聴取を行う方針を明らかにしました。国も動き出しちゃった。その日の夕方にビッグモーターは調査報告書を公開。すでに漏れてて色々言われてようやく出したのか。さらに再発防止策や経営責任を取るため報酬を自主返納すると発表しました。ここの会社って社長がオーナーだから報酬を自主返納しても会社に貯まるか配当でカバーできるからダメージ少ないだろ。この後メディアの取材が進んでいき元社員などからの証言を集めていきました。ものすごい数の証言が集まりそう。一方で社長は今回の件をめぐり前店長に対して LINE を送付。なんて内容なんだ？要約すると。全社員の 2% にも満たない一部の BP 社員の過去の不祥事をマスコミは世間の関心を集めるために組織ぐるみだと決めつけて報道してます。営業メンバーとサービスの皆さんには大変だと思いますがお客様に誠意あるサービスの提供をお願いします。とメディア批判を展開。批判内容もそうだがすぐに漏れてるのがすごいな。これがガラス張りの経営か。違うそうじゃない。前半部分は訂正しました。この状況下でメディアを敵に回すのはダメだろ。だんだんと批判の声が高まって25日ついに記者会見を実施して経営陣の一部が表に出ました。一部というと？今回のキーマンである副社長が出ませんでした。出てこいや。それで会見は非常に残念なものでした。そんなに？不正請求については謝罪したのですが今回の件は板金塗装部門が単独でやったことで他の経営陣は知らなかったこれは事実だ記者が LINE で現場と繋がっていたが本当に知らなかったのかと質問したところ天気神明に誓って知りませんでしたほんまかいな社長は6月26日に報告書を受けて本当に耳を疑い愕然としたお客様の車を預かって修理する人間が傷つけて水増し請求するなんてありえない許しがたい。あんたがこの場で言うことじゃないだろ。衝撃的だったのがゴルフボールを靴下に入れて振り回して水増し請求する件本当に許せません。ゴルフを愛する人に対する冒涜ですよ。なぜにゴルフ愛好家目線？社長は板金部門などの一部の人間がやったとか前本部長が良くなかったなどと言及しました。こういう時回答は自分が悪かっただけに絞ればいいのに社員のせいにするのはあかん。この会見で社長と副社長が退くことを発表しました。株式も手放すのか？いえ資本構造は維持するみたいです。それ意味あるのかよ。株主として影響力残るじゃん。
記者会見をなぜ開かなかったのかという質問に対しては、認識が甘かった。調査報告書をアップして説明責任を果たしていないと言われて記者会見を実施した。なんか基本隠蔽体質で特に問題がなければスルーしたんだろうな。不正をした社員に対して刑事告訴を検討するという発言をしたり、そこまでか。しかし記者会見の終わりの方に、今考えると私の責任もあるわけなんでそこまでする必要ないと考え直しました。ブレブレだな。専務取締役は、あまりにも強すぎるリーダーシップに頼りすぎていた面も否めない。やっぱワンマン経営なのかな？まあこんな感じで歴史に残る名記者会見が行われました。10年後もネタにされそうだな。大企業なのにこんなグダグダな会見ってあるのか？どうやら候補がいないみたいで。はぁ？消費者相手の大企業なのにか？それで今回の記者会見も PR 会社に頼んでセッティングしてもらったと言われてます。発言内容とか見る限りほとんど行き当たりばったりって感じだったな。この記者会見で注目は最高潮になって Google トレンドにも現れてます。絶対に悪い意味で注目が集まってるよな。わかりやすすぎる。記者会見の翌日に新経営陣で国交省のヒアリングに臨みました。結果はどうだったの？国交省の理解は得られた。と発言。ということは問題なし？翌日に全国の整備工場がある事業所に立ち入り検査を実施。本当に信頼を得られたのか？他に金融庁はビッグモーターと保険代理店契約を結んでいる損保7社に報告徴求命令を出す方針を固めてます。なんで？損保って今回不正請求された側だから被害者なのでは？実はビッグモーターと一部の損保の仲が良かったようで出向者も出していました。ただれた関係だったのか？その言い方やめろ。あと消費者庁も従業員が300人を超える事業者に義務付けている内部通報体制の整備と運用。これが適切ではなかったということで調査に乗り出してます。消費者庁も来ちゃったの？どんどんと障害が増えてくるな。なんでこんなに問題が次々と出てくるんだ？それではビッグモーターの問題点を解説しましょう。ビッグモーターがここまで問題を大きくした理由の一つが会社全体のパワハラ体質です。報告書でおよそ使われない言葉で罵倒されてたって言ってたよな。それで上司に逆らえない企業体質だったんだよね。上司の意に沿わない働き方だった場合店長や工場長から、人並みか、ボケかす。すぞというのが休日や勤務時間外にも LINE で送られてくるそうです。呪いかな？これ Twitter とかの誹謗中傷並みにひでえな。こういうパワハラ行為は当たり前で洗脳のようだったと元従業員は話していたようです。ハートマン軍曹も真っ青な教育方針だな。ある営業担当者は買い取りと販売それぞれ5台のノルマが課せられて達成できないと昼飯を食べるなと叱責されました。仕事効率下がるじゃん。合理性がないな。他には環境整備点検、あの調査報告書でボロクソに言われてたやつ？なんか整理整頓や清掃とかの点検で結果がダメなら降格とかもあったんだよな。それも取材が進んで相当頭がいかれている点検ということがわかりました。そんなにひどいの？副社長らの役員が月に一度程度点検しているらしいのですが、役員暇なのか？ドアの枠の上を指で舐めてホコリがついてたら NG で、シュートメか。トイレ掃除はブラシを使用せず便が出るところも手を突っ込んできれいにします。はぁ、イカれてやがる。話によると出迎えが遅い、挨拶ができないとその時点で降格らしいです。なので役員が来たらもうダッシュして挨拶に行ってたとのこと。言うがごとくでそんなシーン見かけたことあるな。反射じゃねえか。前日から清掃とかで準備して終わるのは早くて12時、遅くて午前2時から3時になるみたいです。終電なくなってる。店周辺の雑草が少しでも残ってたらアウトらしいです。厳しすぎる。雑草なんてすぐに生えるし店員にとってにくい存在だろうな。そのため社員が店の周りの土に除草剤を撒いていました。どういうこと？7月下旬ツイッターでビッグモーター店舗前の街路樹が除草剤の散布で枯れて、地元警察署が注意喚起の看板を出していたというのが投稿されて話題になりました。たまたまでしょ？それが複数店舗で見つかりました。アウト。本当にビッグモーターが除草剤を撒いたのか？記者会見時にこの件について質問を受けて専務が、街路樹の中に生えている雑草を除草剤を撒いてしまい街路樹に影響を与えたかもしれません、だけどそれ10年くらい前のことなんですが今調査してますが現在は指導しておらずそういう常識は合わせ持ってます。まあ常識的に考えて行動の街路樹に除草剤を撒いてるアホなんているわけないよね。
それが Google マップのストリートビューで除草剤を撒いてるところが撮影されてて、やはり撒かれていたようで、ビッグモーター側も認めて女子更衣室とかに除草剤があったという記事もありました。もはや草も生えん。なんか聞いてる感じ、上司からの圧力がめちゃくちゃ強いな。こういう環境下が原因か、岐阜県内のビッグモーターで店長を務めていた男性がうつ病を発症して解雇。いや、うつ病でも簡単に解雇できんだろ。厳密に言うと知らない間に退職扱いになってたみたいです。おかしいでしょ。この方が去年8月にパワハラを受けたことに対する慰謝料や未払いの残業代を求めてビッグモーターを提訴。まあ訴えるべきだよな。しかし去年の9月、男性が車でため池に転落して亡くなって、両親が裁判を引き継いでます。いたたまれない気持ちになる事件だな。なんでこんなにパワハラが横行してるんだ。環境整備点検も異常だろ。この環境下を作り上げていたのが経営計画書と言われております。経営計画がなんで？まあどっちかというと社税や社訓、経営理念とかが書いてある手帳だと思ってください。ああ、そういうの社員に持たせてる会社ってあるよな。その中の経営の原点12か条という項目でこんなことが書かれているそうです。経営にはいかなる格闘技にも勝る激しい闘争心が必要。攻撃的すぎる。能力と考え方という項目では、会社と社長の思想は受け入れないが仕事の能力はある、今すぐ辞めてください。どんなに優秀でも考え方が合わなければ辞めろと。人事については、経営方針の執行責任を持つ幹部には目標達成に必要な部下の生殺与奪権を与える。さっきの事例を見るとハラスメントを容認してるように思える。その他の規定では、結婚式は売り出し日を外して予定を組む、社員旅行や親睦会などの会社行事の不参加者は人事評価を下げる。まさかの強制参加。強制ではない、ただ評価を下げるだけっていうかもな。社内恋愛は2度目まで、3度目は転職を勧告する。うつ主には関係なさそうだね。てかピは切れんなよ。思ったんだけど、ビッグモーターはなんでこんなにパワハラや無茶苦茶な経営計画書で経営が成り立ってるの？これが不祥事が起きた要因に繋がってると思ってるのですが、社員の給料が要因かと。結構高いのか？調べたところ、一般的な中古車販売の営業などは平均年収4から600万程度で、かなりばらつきがあるみたいです。そんなに差が出るの？まあインセンティブが大きいんだろ。中古車をたくさん売買できれば報酬も大きいんだろうな。転職サイトを確認したところ、大手のガリバーを運営しているイドムの営業職は25歳で1年目の年収が450万円。結構高いな。32歳で5年目の社員の年収は945万円でした。たっか、平均とかじゃないから実際はもっと低いんだろうけど、それでも高いな。同じ業界で大手のネクステージは新卒2年目で596万円、30歳で789万円という事例が掲載されてました。一般的な平均よりかなり高いな。営業職の年収レコードが1200万円とのこと。いいな、私も中古車販売やろうかしら。パワハラあるけどいいのか？やっぱ嫌だ。それでビッグモーターはどれぐらいの給料なんだ？1109万円です。マックスでそんなに行くのか。中古自動車の販売って儲かるんだな。あ、これ平均です。はい。最高年収が5039万円です。私もビッグモーターに就職する。落ち着いたか？うっす。求人欄にあった年収例はこんな感じです。目玉飛び抜けそうなほど高いな。というかこれ以上だろ。一般的な整備士の平均年収が391万円なんですが、ビッグモーターの場合、平均年収で664万円、最高年収で2400万円です。なんでそんなに高いんだよ。どうやら求人欄を見る限りインセンティブが多いみたいです。整備士でインセンティブってどういうこと？なんか変なもん売りつけられそうで嫌だな。ちなみに転職サイトの求人欄に書いてあったことは、残業ほぼなし、家庭を優先できる、ノルマはありません。よしだったら私もやれそう、転職します。騙されるな。20代が 42% と若い人が活躍できると強調してて、みんな早く辞めてるからだろ。入社2年目で年収2480万円、5年目で3370万円というグラフを見せて、とにかく稼げるとアピールしてます。給料を強調しすぎだろ。まあでも効果的だな。あくまで私の予想ですが、お金で釣られて入社して業績上げて高い報酬をもらえた人は上に行けて、上がらなかった人は退職。あのパワハラは給料低くて我慢できるレベルじゃないもんな。これだけ高い給料もらえたら他に行けなくなっちゃうね。これで利益出てるのか？調べたところも儲かってるっぽいですね。マジかよ。しかしインセンティブでこれだけ実績が出るのか？
この会社もともとガバナンスがなくて内部通報体制がなさそうとお伝えしましたが、前回も内部通報があったけどなかったことにされてたもんね。ガバナンスがない状態でインセンティブを高めると不正が出やすくなると思います。自分の報酬を高めるために不正をやろうとする奴が増えて、それをチェックする体制もないからな。企業が急速に成長した場合、普通は上場時に管理体制を固めるのですが、この会社は未上場企業、売上5000億円規模でもそういう管理コストを削ってインセンティブに回してそう。つまり体は大人、頭脳は子供ってこと？ダメな子なんじゃねえか。こういう人材を多く採用したことで歪な社風が生まれたと思います。全員が全員じゃないだろうけど割合として多そう。まともな人は辞めるのでは？ちなみに7年前に投稿されたビッグモーターの採用ビデオを見つけたのですが、ほう、その中に当時の社長へのインタビューがあって、仕事の信念は？誠実派？ビッグモーターが求める人材は？真面目な人。なめてんのか。まあ真面目な人だからこそ上からのプレッシャーに対して真面目に対応して不正に走ったのもあるんだろうな。あとこの会社がこれだけ問題を抱えた要因は経営陣だと思ってます。つまり社長ってこと？いろいろと情報を集めたところ、どうやらトップダウン型の経営っぽいのが経営計画書などからわかります。あのサイコパスなやつか。昔の事業計画書には、狂ったように失点する、他にも300店舗出せば売上1兆円を達成できると社長が語ってました。単純すぎない？その頃から長時間労働やパワハラがあったようですが、顧客を裏切るようなことを部下に強いることはありませんでした。つまりごく普通のブラック企業と。普通とは？顔出ししている元従業員の YouTuber の方は、社長について父親みたいな存在で、こんなことは許さない人だと語ってました。つまり不正を許さないと。実際記者会見を見た私の個人的な感想ですが、あの社長はあれらの不正に関しては本当に知らなかったっぽい気がします。本当に？発言を聞いてみると、あの社長コンプラやガバナンスに関する知識がなさそうで、感情で喋ってた感じです。もうちょっと理性的に喋ってくれ。そもそもあの企業に不正を察知する機能はありませんから。そっちかい。情報を吸い上げる機能がないと認識できないもんな。作戦が店舗を作るから数字を達成しろっぽいので、そういう悪い意味でシンプルな組織だと思います。その達成しろという言葉が強いのか。でも社長は不正を許さなかったんでしょ？なのになぜここまでいろいろと問題が出てきた？おそらく問題は副社長ですね。確か社長の息子？この副社長は早稲田大学を卒業、2010年に資産管理会社のビッグアセットの取締役に就任。資産管理会社に就職ってどういうこと？税金対策な気がする。2012年ビッグモーターに入社して社長室次長に。いきなりそんなポジションなの？もう会社を継がせる気満々じゃん。2015年に経営学修士を取得して、その後ビッグモーターの副社長に就任。2018年頃から社長は副社長に任せるようになったみたいですが、この頃くらいから会社がおかしくなったみたいです。そいつのせいやん。どんな感じの人間なんだ？口は達者のようですが、鼻につくような感じで生意気らしく。もう嫌いになった。早いわ。小柄な体型で社内で付けられたあだ名はコナン君。コナン君大迷惑だろ。現場に激しく数字を求めるようになって、部下には LINE で激詰め。いや今更多少の罵倒ぐらいじゃ驚かんぞ。フライデーに乗ってたのがこんな感じです。ひえ、なんかぶっ飛んでヤバいな。こんなコナン君嫌すぎる。副社長が従業員に対して頻繁に降格処分を行って、本部の人間も逆らえなくて機嫌を損ねると、その日付で解任。不正が低すぎるだろ。確か問題になった環境整備点検も副社長がやってたんだよな。この人にかなり問題があるのでは？この副社長は記者会見に出ませんでした。そういえばそうだった。聞いている限り一番の元凶だから出さないのおかしいし、ビッグモーターも立場が悪くなるだろ。考えられるいくつかの理由として、出した方がもっとヤバくなると思って出さなかったのか。どんだけヤバいやつなんだよ。それか父親が責任を取るつもりなのかなと思いました。それで子供を出さなかったのか。まとめると、父親が作ったガバナンスがなく、結果だけを求める組織ができて、ここにパワハラ息子がやってきて、今回の不祥事が誕生したと思ってます。つまり最悪な事業承継になったということか。これからビッグモーターはどうなるんだ？抱えているので大きいのが保険不正請求問題。損保も把握してたんじゃないかということで、金融庁も動いています。経営陣の関与も焦点だよな。多分もう関連の業務できないでしょ。またその他不正がないかどうか全業務精査するみたいですが、他にも出てくるのかな。すでに福井県の数店舗で自動車保険の虚偽契約の疑いが出ました。見つかるの早すぎるわ。パワハラ高インセンティブガバガバガバナンスなんで、かなりの不正が見つかる可能性が高いですね。
まだまだ出てくるのか。次に問題となるのが人材流出。もともと退職率が高そう。従業員数6000人のビッグモーターで2023年1月から3月の退職者数は1000人とのこと。めっちゃ退職してる。でも事件が顕在化する前じゃないか。元社長曰く、辞めた人間を数えたことないですが、社員総数は6000人で横ばいです。辞めた人を数えたことないってのもすごいな。今のところまだ退職者は少ないみたいですが、大量流出は不可避かと見ています。こんな会社嫌だしな。まあどっちかというとこの会社、高い給料で人を集めてたのが大きいのですが、それも立派なアピールポイントだよね。この高賃金を実現できたのがインセンティブの高さでした。そうか、この状況だから自動車売買整備板金全部厳しくなるからインセンティブが絶望なのか。ということは給料が激減。1000万円もらってた人が300万円で満足すると思いますか。私もやし生活でも大丈夫だよ。たくましい子。まあ普通辞めるよな。募集しても絶望的だろうね。あとは財務。直近数年は黒字で財務は健全っぽかったんですが、わからないのか。この会社広告を出してないので実態は不明です。いや広告とか出せよ。まあビッグモーターだしね。直近の業績もかなり落ち込んでいるようで、全国300店舗とかなり巨大なので、運転資金がどれくらい持つやら。資金繰りは大丈夫なのか。銀行から借りればよくね。金融庁にも睨まれてるビッグモーターに貸す人が現れるかどうか。しかもここ1ヶ月でかなり悪名として広まったから、客足の回復は絶望的だろ。元社長が知らない不正をした社員、元本部長が悪いと社員のせいにしたのも心象が悪かったですからね。評判がさらに悪くなったと。あれ？これ積んでね。これがビッグモーターをめぐる問題をまとめた概要です。自分の分析も少し入れさせてもらいましたが、ここまでひどいのかなり久しぶりじゃね。おそらく令和で最悪の企業不祥事だと思いました。なので普段とは違い緊急で動画を上げました。かなりコメントでリクエストを受けてたな。なんかいろいろと過去の事例が混ざってるような気がする。過去の事例に照らし合わせると、グッドウィル、トヨタ、庄司、竹富士を混ぜ込んだ感じですね。混ぜたらあかんやつだろ。今後もこの事件を追うの？損保ジャパンも社外調査をやるみたいなので、もし報告書が公開されたらそれ次第で動画を作るかも。ビッグモーターに関してはもう当分上げるつもりはないですね。しかるべきタイミングで上げようかと。そのしかるべきタイミングとは？そりゃもちろんビッグモーターの破綻。